渋野日向子選手の年収は？データから驚きの事実が判明。渋野日向子選手は2023年の日本女子オープンで優勝し、翌年には全英女子オープンでも驚異的な活躍を見せました。今や世界的に有名なトッププロゴルファーの一人として名を連ねる彼女の年収について多くの人が疑問を抱いているようです。そこで今回は渋野日向子選手の年収についてデータから驚愕の事実を明らかにしていきます。まず、渋野日向子選手の公式サイトに掲載されているスポンサーの一覧を見てみると、全国規模の企業から地方の企業まで数多くのスポンサーが彼女を支援していることがわかります。また、日向子選手本人もインスタグラムやツイッターなどの SNS を積極的に活用し、フォロワー数は100万人以上と圧倒的な人気を誇っています。これだけの実績と人気を持つ渋野日向子選手ですが、一体どのくらいの年収を得ているのでしょうか？実は渋野日向子選手の公式サイトには具体的な年収については明記されていませんが、複数の情報源から収集したデータによると、彼女の年収は約1億円以上と言われています。この年収は、プロゴルファーとしてはかなり高額だと言えます。しかし、驚くべきは、その中から、実は、彼女が自己負担している部分もあるという事実です。それは、今では当たり前のように行われている海外ツアーへの参戦費用についてです。渋野日向子選手は、海外ツアーに参戦するには、航空券や宿泊費、現地での移動費用、食費などの全てを自己負担しているというのです。これは、ツアー参戦費用が高額であり、また、彼女が海外での成績を残すことで日本、ゴルフ界に大きな影響を与えることを理由に、自ら背負ったとされています。このような精神も、彼女の人気の一つとなっているのではないでしょうか。いかがでしたか？渋野日向子選手の年収について調べてみると、実際のところ非常に高額であり、彼女の実績と人気がそれを裏付けていることが分かりました。しかし、その一方で、自分自身で海外ツアー参戦費用を負担し続けるという彼女の姿勢は、多くの人々から尊敬されるものとなっています。今後も渋野日向子選手の活躍に目が離せません。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録もお願いします。